どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ、インボーク、夏クラカーを駆逐せよの A に、先日ですね、フル強化した、こちらの十字架カネキ、すべてを守る者、カネキケンと、格ジャフルタですね、すべてを壊す者、フルタニムラを使ってやっていきたいと思います。では、行きましょう。まあ今回のコンセプトとしては火力を出すんじゃなくて、とりあえずこの2人のね、このカグネを見てくれ。ああ、今ちょっと見えにくいかな。でもまあ後ろから見たらえぐいでしょ。でとりあえずあいつ武器耐久値低いんだな。金木がね、武器耐久値削りあったかな、確かなかったような気がするんだけど、ないですね、武器耐久値削り。なんでとりあえず、金木を撃ちますか。まずね、スキル溜まってることだし。で、フルタがですね、アリマのバフの 2.5 倍、前衛バフ 2.5 倍とブレイクバーストの、2倍を持ってるんで、アリマと同じ。アリマの代わりを今回はフルタにしてもらいます。じゃあ、とりあえずカネキ打ちますか。で、2周年カネキですね。今回特攻かかってます。人もグールもすごいでしょ、このカグネの動きと、この、なんて言うんだろう、ストームみたいなこのエフェクトが。マジでかっけえ。これ打ちたいんだけど、金木打つとブレイクしちゃうから、とりあえず全員で殴っといて、フルタでブレイクして、で金木を打とう。で、金木は自分の攻撃力を3倍にする能力を持ってるんでね、3倍にしていきましょう。どうだろうな、どっちの方が火力出るかな。これ単発でいくとこいつが65万、あーでもクリティカル出てカネキ65万だから、フルタの方がやっぱ出るのか。あー90出てるね。じゃあ今回ちょっとフルタに回していくか。属性的にもあれだな、十字架カネキよりフルタの方がいいですね。で、今回こいつはあれですね、覚醒はさせません。アニマと違ってこいつは必ずと言っていいほど覚醒で使ってたんですけど、覚醒はさせません。後ろに銃像を連れてきてるんで、オークションですね。オークションの助走銃像を連れてきてるんで、こいつで、相手の攻撃力を下げるのを代用しましょう。で、カネキを打ってると、味方の体力回復するし、防御力も上がってるんで、それでいいです。というわけで、今回の2周年カネキ君はもう完全にアタッカーとして使っていきます。OK ですね。あー、ここ重装出してあれかな、攻撃力下げたよかったかな。まあいいや、まあこっち防御力上がってるしね、まあ、早々、あーブレイクできないのか。なるほど、とりあえず早々に打っちゃってフルタを、でフルタの方にまたスキルを貯めていくか。まあ今回はあれだな、ブレイクしてないし、そんな攻撃する必要もないから、とりあえず重装もいいか。こっち防御力上がって、さっき1しか食らってなかったしな。まあ普通に戦いましょう。今回このね、2人のフル強化したカグネを見ていただきたい。体半分しか見えてないけどな、真ん中に置いた方が良かったか。やっぱり次真ん中に置こう。まあこの2人の動画は何本か上げる予定だから、記念だしね。もう最後だしな、今回の占領戦。いっぱい残しておかないと、記録を。俺のチャンネルに。残しておきたい、ぜひとも。もう見れるとは思ってなかったからね、この二人が。あ、自分の攻撃に武器耐久値ダメージか。でもあいつ、まひってるからな、そんなあれなんだよね。アタックポイントはないんだよね。あなたが位置したところで、フルタに回していきます。カネキのスキル溜まるのがちょっと遅い。うわー、溜まんなかったんだが、マジか。これあれかな、スキル打って入るで
全部攻撃しても1,2,3,4,5、 あ、いけるね。全部打ってフルタでブレイクできる。しかもフルタのアタックしてる最中にブレイクするか。 OKOKOK。 ほんでこれで打つとスキルがバフ乗った状態で打てると。ドカン。 OK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 。金木音、このね、金木がスキル打つときみんなあの口がパクパク動いてることにその気を取られるかもしれないけど、歩いてんだよ金木が。こう歩いて守りたい人もグールもってこう歩いてね、こうテクテク歩いていきながら喋ってるっていうところに僕はちょっとエモさを感じる。細かい演出。さあ2周年カネキのスキルを打ってでフルタで、まあ武器耐久値回復してこないと思うんだけどな。大丈夫だと思うんだが、全部よこせ。ナッツクラッカーのあれだよね、オークション会場のこんなボロボロの部屋で戦ってたかな。なんかちょっとオフィスっぽいとこで戦ってたような気がするんだけども、ちょっと金木に 先殴ってもらって、この2人でボコースか殴っていこうか。輪郭なんだけどね、その相手のところに飛んでいって攻撃するんじゃなくて、その場でさ、こうカグネを伸ばして攻撃するから、うかくっぽいんだよな。ザクザクザクって。見てほら、もうこれ完全に画面端からさ、触手触手だけで、触手じゃない、カグネ、カグネだけでブスブス刺してる。こいつのカグネエロいからな。ダメだろ、 R18 だろこいつのカグネ。で金木を打って、見て歩いていくから、テクテクテク。これがねたまらんのですわ、この演出が。で、とりあえず殴ってでブレイクしていく。打ちます。いや古田優秀だね、アリマの代わりをしてくれる。まあアリマ、まあ結局そのアリマにはあのスキル開幕スキルゲージ 100% っていうのが非常に強力だから、アリマはね、2周年アリマはそこには及ばないんだけど、まあそれにしても強力だな。このドロップキャラで手に入る性能ではないな。まあ火力アリマより出るっていう時点でかなり優秀ですね。みんなを守りたい人もグールも、クサクサクサズドーンみたいなね、この演出よ。ダメージ的にはまあそんなに稼げてはないかな。ここまで15億稼げたのはまあ本当にいろんな条件が重なって、まあ行ったとしても4億ぐらいかな。あ、行かねえわ、全然。4億も行ってなかった。4億も行ってなかったですね。今2億6000万ぐらいか。んで、フルタ出して。で、最後はフルタに締めてもらおうか。あ、まだシフト1残ってるな。じゃあ最後は重蔵に締めてもらおうかな。この女装十蔵もかっこよかったな、最初出た時。お題は結構。オークション会場のあれですね、シーンですね。お題は結構。この十蔵もめちゃくちゃ使ったな俺。はい、ということで今回はナッツクラッカーの駆逐を先日熟練で 100% フル強化にしました、すべてを守るもの金木、すべてを壊すもの古田二村ですね、の2人を使って、まあ、この 3D モデルの素晴らしさとスキルの演出の素晴らしさを味わうという動画でした。まあダメージレポート的にはこんな感じですね。まあ圧倒的フル属性的にも圧倒的にフルタ、火力的にもフルタですね。はい、というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。